休みも近づいたこの日、林間合宿についての説明があった。そして直前の期末テストで不合格だった人は林間合宿には行かず、学校で補習が行われるということも。演習試験の内容は当日発表らしい。一体どんな試験になるんだろう。そして演習試験当日、発表された内容は二人一組で先生と戦闘するというものだった。そのパートナーと対戦相手の組み合わせ、僕のパートナー、いくらなんでもこれは。ペアの組と対戦する教師はすでに決定済み。動きの傾向や成績、親密度、もろもろを踏まえて独断で組ませてもらった。発表していくぞ。まず轟と八百万がチームで俺とだ。そして緑谷と爆音がチームで、相手は私がする。協力して勝ちに来いよ、お二人さん。かっちゃんと一緒にオールマイトと戦う。どうなるんだ、期末試験。